おい姉さん。何？島だぞ。ワクワクするな。ああ、いい感じ。ちょっと変わってくれ。あちこち飛び回ってはずいぶんヤバい目に遭ってきた。けどようやくここまで来た。ちょいと一息ついて祝杯と行こうな。偉業を成すのも小さな一歩から。いいか姉さん、エレナなら平気だって。エイブリーの財宝だ、喜ぶだろ。どうかな、今回ばっかは年貢の納め時かもな。リバタリアは意外と小さい。確かに、でもここでいいはず。上陸できるとこを探そう。とりあえず島っぽいのあったな。ああ島っぽいのね。人工のものを探すんだ。ああ海賊っぽいものだな。ああもしかしたらリバタリアってやつは小さな海の家だったりしてな。じゃなけりゃ火の小屋と。エイブリはお宝を隠す仕掛けに熱中しちゃって。リバタリアを。姉さん見てみろ。あれはどう見ても人間が作ったもんだな。違うな、海賊だ。アロ島に行ってみよう。古い見張り塔みたいだ。上からなら何か見えるかもしれない。オーケー、登るぞ。サム、こっちだ。こっちっぽいな。何かのシンボルか。コンパスが入る。おお、よくわかる。お前の真似をしたんだよ。とりあえずおそら。見ろよ、同じシンボルだ。上に針。どこを指してるか確かめるぞ。行くぞ。ボートは下だ。
矢印の方向に行ってみよう。分かった。さあ、行こう。なんだよ、行くんじゃなかったのか。おい、見ろ、また矢印だ。ついてるのは俺たち一番乗りだぜ。観光スポットにしたら最高だ。どうだ、楽しいだろう。何が崖登り。そうさ、秘密の海賊島で崖をよじ登ってるんだ。たまんねえだろ。だだ、俺は結構好きだ。案外派手好きだったみたいだな。そりゃそうなるだろう、金はたんまりあったんだ。ほら、近くに行こう。おい、またか。入り口が瓦礫で塞がれてる。最高。まあ何百年もすれば古くなって崩れるってことを考えてなかったんだろう。だな。他の道を見つけよう。おいサム、ちょっと低下して。任せろ。よし、いいぞ。気にすんな。持ち上げたりくぐったりと忙しいな。華やかなトレジャーハンターの実態。この場所何だったと思う？アーチは聖ディスマス大聖堂に似てるな。けど、何だろうな。お、釣り橋がある。ほら、辺りを調べてくれ。了解。
で道が見えるな。でもこれ以外には見当たらない。ちょっと待ってろ。サム、うん、大丈夫か。反対側には来られたぞ。オッケー。どうにかお前もここに待ってろ。サム、どうした。サム、おい、いるのか。勘弁しろよ。さてと、妻を怒らせ親友を追いやって諦めの悪い二人と軍隊に追われ、しまいに兄貴が行方不明。どうやって来たんだ。どこいたんだよ。お前が来る方法を探してたんだ。もういい、そっから飛び移れ。サンキュー。大丈夫か。絶好調。行こうか。オッケー。すげえ景色。聞こえなかった。何？俺の声さ、ずっと呼んでた。聞こえなかったな。心配だった。他のことに気を取られてんのかと。この俺がか。どういう意味だよ。別に。行くぞ。あ、だな。下に道があるぞ。わかった、俺も行く。ジャンプだ。サム、こっちだ。ああ。よし、こっちで合ってるみたいだな。これが見つかってなかったとはな。施設にいた頃、こんなぶっ飛んだことするって思ってたか。想像以上だったな。こっから下るみたいだ。注意しろ。次は俺だ。結果オーライ。見た中じゃ2番目にでかい貯水池だな。おい、1番はどこだ。うわ、やべえ。サム、こっちから来るんだ。おいおい、マジかよ。大丈夫か。たまんねえ。いよいよだぞ。壊れちまったのか。いや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 、何としてでも中に入るぞ。一緒に持ち上げるぞ。ほら、よし、さあ行くぞ。あ、くそ重い。
さあ、お宝が待ってるぜ。なあ、腰がやばいけどな。マジか。すっげえ。ああ、またエブリの試練ってやつだ。どう見てもそうだな。シンボルが回転するんだな。そういうことか。できたぞ。おい、なんだ。見ろよ、石像だ。海賊の船長だ。アンモニー、ボールドリッジ、アルバスナに、名前なんだっけ。そのアルバスナって言うと、スワールフォーマン・ドエゴンの乗組員。それはなんで英語。もともと処刑されるはずだったらしい。でも戦闘中に逃げたナンズエイブの火薬庫を爆破したな。で、エイブリーが連れてきた。この通り。あの男は一力へのシェアルカを攻め込んでした。それでいい。あとは機械で乗るだけだ。よし。おお、また出てきた。今度はどれどれ。ジョセフ・ファレル、ウィリアム・メイズ、アリク・ビン・マリックとクリストファー・コンネル。あと4人か。このシンボルは移動すると回転する。いや、やめましょう。マリックって男、ムーア人か。そう。バルバリアからハルバルも俺たちと同じ。やったな。で、最後の船長さんたちはリチャード・ウォン、エドワード・イングランド、そしてトーマス・テューブ。サム、見ろ、あそこに行けってことだな。待てよ、11人しかいないぞ。海賊の親玉がいないな。どういうことだ。じゃあやるか。一体どこに行くんだ。そ、すげえな。おい、エイブリー船長のご登場だな。なあ、こいつって結構ナルシストだったってやつ。まさか。じゃあお宝拝見と行くか。下までは結構あるな。んで、姉さん、今回の宝探しはどうだった。今までに比べてみて。感想は終わってからだ。頼むから切れないでくれ。切れなかった。よかった。ボートはあそこだ。どうぞ、船長。
よし、エイブリーのバカでかい像がある島は右だ。ついに来ちまった。手の震えが止まらねえ。ああ、興奮ってやつね。それかあれだな、ニコチン不足だ。まあ両方だな。望遠鏡を持ってるようだが、覗いちゃいけないな。覗くのは俺たちなのか。宝島がお待ちかねか。ほら来いよサム。ちょっと待て、お前が登れ。いいって譲る。どうも。ほらよ。さあ船長さん、一体何が見える？あそこだ。それで、でかいドクロ型の島だったか。ドクロじゃない。けどでかい。やったな、リバタリアだ。おい、思い通りに行った試しあったか。俺たちしかいないんだぜ。お前もちょっとぐらいワクワクしたっていいんじゃないのか。それはアルカサルへの借りを返してから行こう。あったよ。何？分かったって。いや、さっきの言い方は絶対おかしかった。なんか変なこと考えてんだな。ありゃレイフか。しかいねえだろ。